天国大魔教8話、よかったね。演出がほんと気合入ってて、心にグッときました。最後のビターなエンドも、またこれはこれで味が出てたな、って感じです。わからないことがまだまだ多いので、楽しみです。以上、天国大魔教のお話でした。